マルサンホビー動画チャンネルです。セイントセイヤシリーズの、アクションフィギュアのご紹介です。バンダイセイントクロスマイス EX 水亀座アクエリアスカミュ、リバイバル版になります。こちらのモデルはメーカーで、完成品のフィギュアになっておりまして、こちらの、後ろの、写真のようにいろいろなこうポージングが、撮れて遊べます。で表情パーツや、ハンドパーツなどもいろいろ入ってますので、ポージングやアクションに合わせて、変えていくことができる、フィギュアになっています。そして本体の方が、こちらになります。こちらの方が、全高が約18センチになります。そして、これが正面の方に、なります。でこちらが、左側です。でこちらが、後ろ側です。でこちらが、右側になります。はい、で基本的な、可動の方を、ご覧に入れますけれども、まあ、首がこう左右にこう向く、あと前後にこう倒れる、あと横にこうかしぐっていう動きができます。あと首自体もこう少しこう動くようにできています。そして、肩の方は、ここがこうボールジョイント的になってますので、結構こう、上下左右に動けます。で、肩関節の軸が入ってますので、これはグッと上げるとここまで手が上がります。そして、ここに回転軸が入ってますので、腕がひねれるようになります。で、肘が、二重関節になってますので、クロスつけてない状態であれば、ここまで大きく曲がります。で、手首の方は、くるっとこう回る動きと、あと、こういうふうに、倒したり起こしたりする動きができます。で、胴体の方は、こうひねる動きができます。足の方は、こう、前側はこの程度動きまして、後ろ側にはちょっとこう、反らすような形を取れば、ここまで大きく曲がることができます。で、ここに回転軸があります。そして、膝は、クロスをまとっていない状態であれば、ここまで大きく曲げられることができます。で、足首はこう、回る動きと、あと横に倒れる動きと、あと、こう前後に、動く動きができまして、あとつま先がこうグッと曲がるようになっています。基本の動きは以上になります。そして、あとこちらの方が、中に入っている付属品になります。こちらの方が、まず、こちらのクロスの方ですけれども、こういう綺麗なゴールドと、ちょっとこうシルバーの、着色がされております。そして、この片当てはこれ金属製になってまして、ここにジョイントがついてますので、これも上下動くようになります。で、これが、二の腕のところの走行パスで、これも金属製になってます。そして、これが、肘から下のところの走行で、これも金属になってます。で、こちらが、血行の部分になりますけど、これはプラスチック製になってます。そして、こちら、ももの、パーツですけど、これ2種類入っていまして、これが、何もこう装飾がなってない方が、アニメ版の方になっています。で、これも金属製でできています。で、これが、膝当てになります。膝当てもこれ金属製になってます。で、これが、すねの部分になります。これも金属製になってます。そして、これが、マスクです。マスクの方はこれプラスチック製です。で、これが、胸当ての部分になります。これはここがこう開いて、こう装着するようにできています。で、こちらがお腹の部分の、ところです。これはプラスチック製になってます。で、こちらが、腰のアーマーです。腰のアーマーも金属製になってまして、こちらはここに稼働する動きが入ってます。で、前側のところも若干こう動きます。あと、後ろ側の方も、動きます。で、これが、背中の部分に当たるところになります。これも金属製になってます。あと、髪の毛の部品で、マスク装着した時ですね。こちらの方ですけど、これを装着した用のこの、髪の毛パーツがついてますので、こういう感じで付けられるようになってます。そして、もみあげの方もちょっとマスク用のもみあげが左右入ってますので、これを付け替えるようになります。そして、表情パーツの方は、
最初についてるのとは別に少しこう睨んでるような顔つきのパーツと、こういう叫んでる、パーツと、あと少しこう笑ってるような感じのパーツと、あと目をつぶってるようなパーツと入ってます。一応顔の方はこちらの前髪の方を外していただいて、でこの最初のフェイスパーツを外して、ちょっとこの叫び側の方つけてみますけども、こういう風に、よいしょ、取り付けて、あと前髪を、セットし直せば、こういう風にできますので、こういう技名を叫んでる時とか、そういう時にこう使えるような、顔のパーツになっています。そして、こちらの方が、マントのパーツになってます。でマントの方は、この最初につけるこの背中のパーツを外していただいて、こちらの方の、マント用のパーツの方に変えるようになってます。で、ここの部分は金属製になってまして、マント自体はプラスチック製です。で、マントはこういうふうにこう開いて動きます。あと、こういうふうに、後ろ側にもこう稼働します。で、真ん中の、マントも、稼働できるようになっています。そして、手首のパーツが、こちらの少しこう大きく開いた、指と、あと完全にこう伸ばして開いた指と、あと少しこう鍵爪状に曲げた指と、あとこのライブラ銅鉱に付属している武器を持つ手です。で、普通のグーになってる手と、あとはこの手刀になってる手、あとこう必殺技の時のこう2つ手を組んだ時の、ものが入っています。そしてあとこちらが、クロスを外した時に、使用するオブジェクトのパーツになりますので、こちらの方もメッキに、なっていまして、これに今まで の, パーツを外していって取り付けていきますと、こちらの状態が、できるようになっています。そしてこちらの方が、取扱説明書になるんですけども、まず、ここには、付属している部品一覧になります。そして、こちらがクロスを装着していく、方法が書いてありまして、このお腹のアーマーの部分を、分割して、挟んでいくようになります。で、胸アーマーの後ろを開きまして、装着して、で、背中のアーマーを取り付けます。で、肩アーマーをはめていきます。で、腰アーマーから、パーツを一部外しまして、開いて、腰に装着してから元に戻していきます。で、頭部の方はマスクをつける場合は、マスク用のこの前髪ともみあげの方に変えていただきます。そして、手の装甲を取り付ける場合には手首を外しまして、この二の腕の、アーマーと、この腕部のアーマーを取り付けていきます。で、足の方も、足首を外しまして、もものアーマーを取り付けます。この時はどちらか選択して取り付けます。で、膝アーマーを取り付けて、すねアーマーを取り付けて、足首を戻していきます。そして、マントを取り付ける場合は、最初につけた、背中のアーマーを外して、マントを取り付けることで、装着ができるようになります。そして、オブジェクトの方ですが、一回、パーツを外していきます。そして、この、頭の部分にマスクや体には、胸アーマー、肩アーマー、お腹のアーマー、腰アーマーで背中のアーマー、あとお腹に、この腕部の、パーツをセットしていきます。そしてこの水亀の部分の中にもこの腕アーマーをつけまして、でこの腕の部分になっているところに、このもものアーマーとかすねのアーマーだとかをつけていきます。そしてそれが装着し終わりましたら、こちらの図面のように装着していきます。で、手の甲のアーマーはこのオブジェクトの裏の方に、セットできるようになっていますので、こういった形に変更して遊ぶことができますので、ぜひお客様のコレクションの一つとして加えてみてください。バンダイの、セイントセイヤシリーズの、フィギュアがまた出ましたらどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。